皆さんどうもこんにちは、ビントスです。さあ今回はいつぞや紹介しようとしてメンテナンスになってたあのゲーム、ゴジラバトルラインをやっていこうと思います。いや、トップスタート、いや、どんな感じですよね今回も。いや、非常に楽しみですね。でもこの絵柄がですね、非常に可愛いですからね。もう絵柄が可愛いってもう犯罪ですからね、本当に。さあ、何ですかこれ。え、ゴジラバトルオンラインの世界へようこそ。ほう、怪獣たちを率いて敵リーダー怪獣を倒しましょう。え、率いていけんのこれ。下に並んでるのがあなたのチームです。いや結構ね、いや怪獣じゃないけど、待って待って、え、アンテナと戦車とミサイルと怪獣だけど、ちょっと待って、怪獣を設置してフィードに出撃させましょう。おお、こいつか。おお、なんだ、なんかありで言ったんだけど、これありいるんだけど、ダドンが出撃しましたね。出撃された怪獣は自動的に行動します。ほう、リーダー怪獣は移動せずに近づいた敵を攻撃したらどういうこと、動かないどういうことだよ。あ、何、向こう行ったけど、え、これゴジラってゴジラってこと。え、おお、すごい、あ、弱、いや待って、え、いや強いのか弱いのか、え、敵がカバキヤスを、あ、そういうこと。今度はミサイルをカバキヤスの場所に、そ、え、ミサイルを、あ、こう、え、弱カバキヤス、え、カバキヤス弱い、逆に命中したけどね。うん、あ、直接走って叩くことできるんだ。へえ、あ、これでね、はい、リーダー怪獣は強力な必殺を使うできるんだ。へえ、必殺ボタンをスワイプして狙うサウンドをかわされる。へえ、狙いを定めて、こう、放射熱線、いや強っ、ちょっと、いや強っ、お見事です。ゴジラの必殺技を使うと、まあ、一定時間一部の味方が、今日一定時間味方、ああ、なんか光ってるんですよ、なんか。で、今のうちに味方怪獣を出して敵リーダーの怪獣を倒しましょう。おお、こいつか、はい、はい、オッケー。あ、ちょっと一瞬なんかね、時間のあれがあるんだね。オッケーオッケー、はい、何でも出せるよこれ。でも勝ったでしょ、なんかこう、え、まあ、あの一点で十分じゃない。え、めっちゃ強いんだけど、え、もう何、ものすごいじゃん、もう余裕だけど、どう見てもフィニッシュ、パンパンやん。プレイヤーネーム一般市民、弱そう弱そう待て待て、どうなんだこっから。あ、けん、え、た、6時間探索、6時間どういうこと。はいはいはい、怪獣のやつをね、はいはいはい、あー、あ、なるほどね、今すぐ管理を、あ、これで課金要素あるんだ、こういうので。いや、すごいね、現代日本で一体どこにあったんですかね、これで、ね。メカゴジラ、え、メカゴジラよ、え、かっこよ、いや、メカゴジラだよ、俺とも知ってるメカゴジラ。いや、こいつは別にいらないけどね、ラドンは。うん、ラドンは別に、かけるさんって何、3個もらえたの俺今。あ、これもいらないね。うん、まあ、君は多分星1だろうね。うん、15体、何、え、やられたら逆なんだこのゲーム、もしかして、もしかしなくても。バトル、はい、バトルに勝利して探索地図を入手、地図を探索することで新しい怪獣で兵器を発見することができるんだ。そうなんだ。最後にゲーム内で使用するプレイヤーネーム、あー、はいはいはい、 OK で、どうでしょうか、この名前、ミンゴジランポス、言いづらいですね、ちょっとつけたことを後悔したんですけど、はい、ではじゃあ今回はミンゴジランポスで行かせていただきます。追加のゲームデータをダウンするため一旦タイトルに戻ります。あ、なんかあるんですか、データ、これもしかして怪獣をゲットするそうなんですか。はい、ではね、ここにまた迷わずタップをしていきましょう。あ、新シーズンだ、え、大空の覇者、え、なにこれ、え、これ何、サンダーファイヤーラドンってこと、あれ、あなたのスターターにでランキング B 内1、あ、そうですね、まあまあ何も不思議はないですけどね、これは。
報酬を受け取る。なんだ、バトルに勝利するとゴジラパスポイントを入手できます。ゴジラパスポイントを集めるとグレードが回復せ、さまざまな報酬を獲得できます。何プレミアパスポイントか。いや今回は特にいるんですか、これ押せばいいんですか。おお610、なんと。いや別に今回はいらないんでまたいいです。では早速どんなバトルがあるのか、待ってください、プレゼントが届いている。一体これなんだ、 G ストーン2000。なんだこれ、なんか使える系、使ってから行くこれ。何反則中2000円なの。え買おうかな。えバトルピース強化応援パック、え買おうかな。え G トーク1万ゲット、何 G トークンって。え、そう、G トークンって何？あ、これか、G トークン。2100円あるのか。2100円あるならなんか買いたいですけどね。G トークン、なんですかこれ。無料がありますよ、これ。無料なの？無料ならもらっておきましょう。あ、イベント終わっちゃったんだ。幸運の探索。え、何これ。すごい気になる、これは。この G は何に使えるんでしょうか。いまいち、あ、これですか。ラインナップを見ればいいんですね。うん。特に出てきませんね。私のインターネット回線が悪いんでしょうか。まあいいでしょう。電子レンジ入れ替え。別に入れ替えとどいな。いや、でも気になるなぁ。これ欲しいですね。これにしましょうか。期間限定。一人一個限定。あ、もうこれ一人一個限定ってことはないんで。これにしましょう。さあ、そして。これなんですか。バトルピース強化。え、希少な探索地図もついて。おう。いただきましょう。あ、なるほどね。探索地図というのは何かを発見できるんだ、これ。弱そう、何これ。え、93C 地層降車メーカー法。あ、またメカゴジラ。いや、メカゴジラ地層してそんなよくね。え、5個。いや、もうすごい壊れる前提やん、こんな。あ、これもね、32個もドラットにマーカライトファーブ。どういうことな。あ、ゴジラよ。え、かける5個。え、レアリティどうなってんのこれ。5個、なんでしょう。なんか喜んでいいのか、なんか喜んじゃダメなのか分かんなくなっていったな。あと700円あるのか。700円なんか買えるもあるかな。まあ、別に無理して買うもんでもないか。ちょっと気になるけどね。なんもないですね。それ編成していきましょうか。おっちゃん、ここでは自分のチームと所持している怪獣兵器を確認できます。チーム編成は1体のリーダー怪獣と7層仲間ユニットに編成されます。新しい怪獣で兵器を発揮したらどんどんチームに編成しましょう。強いやん。バトルピースをタップすると詳細ボタンと入れ替えボタンが表示されます。入れ替えボタンをタップするとバトルピース同士を入れ替えることができます。なるほど。バトルピースは同じ名前のカードと G トークンを消費して強化できます。強化するとレベルとステータ、何めっちゃ強いやそれ。いや、ゴジラでしょ、強化。はい、はい、強化強化、こんなの。はい、もうこの強化。はい、いや、行くよこんなの。もういや、まだまだ行くよ。え、あ、なるほどね。あ、強化するために数いるんや。おー、だが私は今回これを持っている。そう、強化しようじゃないか。君だ、メカゴジーだ。よし、レベル2、レベル3、 OK。 レベル4もいけるんじゃないか、もしかして。いけない、結構沼かもしれん、このゲーム大変。あ、待って、え、待って、つまりこの俺が弱いって言っていた？これめっちゃ強化できるんじゃない？この子。
最弱から最強へ。あ、なんか後ろの動画かわいいな。なんかリアルに見たら卒倒するかもしれないよ。うわ待て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 、いやステイルス、いや いないな、こいつは。いやこいつ絶対いないもん。うわスタッツ見てびっくりしちゃった今、なんかあまり噂に震えが止まらんかったりして、なんかえってやった今。あこいつも弱いわ。メカゴジラ強え。だっていや逆にメカゴジラいけないからバトルやついねえわこれ。え20円強化できんの。まあ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 、まあ、よくわかんないけど、まあ、とりあえず強化しとくか。やはりランク戦というものがあるんであればね、やっぱ勝ちたいっていうのがまあまああれですかね。オッケーオッケー、抜かりなきゃやっていきましょう。この辺はオッケー。はい、まだまだ強化するよ。ガンガンいくよ。こんなのは当たり前だけどね。はい、もうオッケー。はい、もう一回強化オッケーいったよ。はい、あまだいけるよ、まだいけるよ。いけないよ、よく見たら。オッケー、まあ、これも弱いけど、まあ一応強化しとこうか。オッケー、うーん、まあ、すげえ弱そうだけどね。まあまあ強化しようじゃないか。よし遠征しよう。一番弱そうなやつは誰だ。まあ、完全に、いやどうし、そうか、ミサイル、いやどうミサイルなぁ、故障か、どうやろうか、これで。よし、バトル行こう。いや、ランクバトルでしょう。こんなのどう考えても。行きます。仮想地はルームを作成し、ルームキーを押していることで、このプレイヤーネーム、絶対これ、初心者でしょう。ミンゴジランポスト、我と戦おうではないか。オッケーオッケー。バリーが最初からメーカーコーチを打たせてもらうぞ。こいつも行かせてもらおう。油断はしないからな。行け、カマキリだ。いや、メーカーコーチだ、強い。いや、メーカーコーチ、いいよ、いいよ、いいよ、強いよ。どいつ、どこ、弱い、何あいつ。いや、メーカーコーチ、早く行け。あいよ。あいつ全然ダメージ食らってへんやん。どういうことなん。おいおけ最近なにゴジラがおとりだと。待ってくれ、一体どうなってんじゃん。オーケー、オーケーがかまきやすい。いや全員ミーホークは攻めるか今回は。オーケー、なんか相手になんか俺が知らないもの出してきてるんだが。オッケー、いけ、なの。なんだ、数が多くないか、お前。なんだ、なんか強くない、気のせい。オッケー、結構するんだ。よし、いいぞ、ナイス、いいよ、いいダメージ。早く出せ、早く、まだか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 。痛い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 。何が飛んでた今。何が飛んできたか分かんないけど、なんかめっちゃ痛い飛んでたわ。いいよいいよいいよ。あ、いた。そのメカ光線がなくなった状態での。さあ、やれるのか。オッケー、いったいった。じゃ真ん中行こう。いいよ、勝ってる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 よ。押してる押してるよ。いいよ、カバキヤス。いけいけ、カバキヤス。カバキヤス弱いなぁ、ほんま自分。いいよいいよ。同時に出てきた、同時に出てきた。いや、これはでかいんじゃない。じゃブーストタイム。いいよいいよ、ブーストタイム。ブーストタイムが何があるか分かんないけど、いけいけ、撃て撃て撃て。プレイ負けちゃった、何よろしくってとこ。待って、負けちゃったなの、本当に。やばくない、全然相手まだ。いや、勝つのか、俺が。どうやら、突破のポイントが効いたようだな。あと30秒。よーし、バリの勝ちぞ。あ、ここはなんかポイントなんだ。はいはい、コストのとこね。なんかよく見たらゲージあったわ。いやー、これをあえて出さずに5ポイント。来た。はい、ここで。OK。なるほど。そういう感じでよかったのか。OK、OK。
分かった、おもれえな、普通に。OK。 延長戦とかあんのこのゲーム。待って待って、これキャンセルしたい、キャンセル。キャンセル、待って、強いんですけど相手。待って、いや、ここ、これでしょうね。破壊光線じゃん。いや、決まった。待って待って、いや、今のはめっちゃエグくない？オッケー、オッケー、強化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 。開いた。はい、いや、かぶきやす。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、延長戦。距離よ、距離よ。いや、強化やつが入ったのでかいな、これ。あー、ここで。たまに引導を渡す。いい勝負だったな。よし。勝ちました。え、普通のもの。やりましたね。あ、これなんかお金もらえるんだ。へえ。お、ギナーレベルが2になりましたね。いいですね。短足3時間。3時間？え、待って、これ3時間何？あ、タップで検索3時間？はいはいはい、探索する。あ、なるほどね。こうやって、飛び回ってあれなんだ。モンスターを、いや、怪物をか。怪物を消化していくんだね。お、あ、これいいっすね、これ。一回続けたりします、一回続けたり。OK。で、あんまりなかったわ。あんまりなかったわ。なんかいっぱいもらえるのかなーと思ったら、そんなことはなかったね。OK。お、来たよ。一括受け取りで。何をもらえた今回は。あ、え、何くれんの。え、何、なんかすごい、なんか、やったーみたいなやつもらったけど、何これ。いや、可愛くもないし。すごい、なんか演出入ったからさ、可愛いのかなとパッて見たら、本当に可愛くなかった。いや、でも、なんかの、昔の怪獣って感じがいいね。うん。意外なデザインではないけど、まあ、可愛くはないわな。お、さらに何もらえるんだ。お、あ、パラポラアンテナ。これ何なんだろうね。これ、ね、ゴジラの、マーカライトファーブ、ああね。あ、これもなんかね、あ、これなんかヘリだったよね。あ、ミサイルね。ミサイルなんか雑魚的掃除にちょうどいいんだよな。ミサイル上げとこうかな。お、まだもらえるぞ、まだもらえる。じゃあ、メカゴジラ、あ、出た、あ、出た、一番弱いやつ。カマキリだ。あ、ミサイルか。お、あー、来た来た来た。あ、これ嬉しいですよ、ラドンね。ラドンなんか、なんだかんだになんかね、強かったもんね。いや、めちゃめちゃビレるやん、これ。何これ。はい。あ、すごい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 。強化できるやん、これ。アンギラス。8体ももらえたね、今。あ、これもラドン。すごいやん、ラドン。え、ラドン究極進化できるんちゃうこれ、こんなん言ったら。まだいけるんやん。はい、これは、あ、ゴジラ来た、ゴジラ。いや、ゴジラも熱いよな、こうやってもらえたらね、強化できるから。まあ、ミサイルどうでもいいけどね。めちゃめちゃ弾けるな、これ。最初のイベントっていっぱいなんかもらえるんで。あ、いったいったろうなんだ、オッケーオッケー。何体何体 ?2 体、オッケーね。少なっ。オッケー。これで一括受け取りして、オッケー。これも終わってね、一括受け取りね。オッケー。ショップ行きますか。ショップ行って900円あったんで。で、迷うなぁ。バトルピース強化応援パック。まあ、これ、僕がやっとこうかな。あ、なんだ？種が出る？いや、カマキリさん、あと1個は？ミサイル。待って待って。いや、これは外れ口間違いなく。
これは外れくじでしょう、間違いなく。じゃあちょっとゴジラ強化できませんか。あ、これで強化いきますね。強化しましょうか。はい、強化。さあ、レベル2。あ、まだ行ける。オッケーオッケーオッケー。もう一回強化。アンギラス君結構強かったからね。俺好きだったけどね、これ結構。カバキラスは。いや、これ、でかいですね。ダノン君は結構ね、でかいですよ、これは。これはね、私の軍の中では、まあ、なかなかの、あ、もう一回行けるわ。いいですよ。まあ、主力級ですからね。まあ、カマキリ君はまあ別にどうでもいいんですけど、カマキリ出すならこれでいい気がするな。OK。OK、OK、はいはいはい。道をね、止められないように、OK、OK。これはもうこれですね。ミサイル結構実はね、強い気がしますね、これね。よしよしよし、OK。はい、ステータスボース、クイーター。これ何なんだいや、こいつは強いのか弱いのかわかんねえな。いや、一回これ、まあ、登場させてみるか、どうするってところではあるんですけど、あまり可愛くないですからね。あ、これかっこいいよね、こいつね。これ名前なってから、あ、そう、スペースゴジラか。これかっこいいな。うん、ミサイルかっこよかったね。すごかったわ。守りの要としてこいつはあれですね。強化していきましょう。これなんですかね、これ、少佐なんだ？あ、一応ビーム出てんだ、これ。へぇー。じゃあ、カマキラスくん、まあ一応、まあまあまあ、強化してきますか？一応ね。まあなんかいっぱいありますからね。あんまり期待はしてませんけどね、これに関しては。もしかしたらめちゃめちゃ強くなるという可能性ありますからね。最弱から最強への道を駆け進んでくれるかもしれませんので、まあ、一応ね、ヘリはいいですね。ヘリは強化しましょう。2段階ぐらいいけるかな、今回は。よし。どうしようかな。こいつ何なんだ？いや、でもなぁ。あ、これにしようかな。これを入れ替えて、こっかな。よし !OK! もう一回ジャパト行きましょうか。行きますよ、対戦相手の方。一体どんな相手が来るのか、楽しみであります。当たるんでしょうか、そもそもが。先ほどはうまく当たった感じはしますが、初心者の方はいらっしゃるんでしょうか。始めましたね、今井屋さん。来ましたね、これは。さあ、じゃあまずはラドに行きましょうか。そしてここの飛行ユニット2倍重ね、やばいな。そして最後こっち、ミサイルあるか問題ない。OK。で、ここで。はい。来ましたね。そして、ここのヘリポート、あと6秒。さあ、来い。やばいな、やばい。はい。いけ！空軍いけ！さあ。骨を増やして2個落とす作戦行きましょう、今回は。まずい。なんか、あまり良くない予感してきた。あまり良くない予感がついたぞ。待ってほしい、これは。あまり良くない予感がついたぞ。大丈夫でしょうか。私の陣地、あれ、あれ、そして結構まずい。あれ、もしかして、
いや、待て待て。オッケーオッケー。いや、これはなかなか激戦ですね、これは。双方、なかなかに激戦。オッケー、アンゲスケ。アンゲス、お前もしかして、空中術弱いのか？アンゲス、お前。アンゲス？いや、ただ殴られてるだけなんですけど、アンゲス。そういうこと。まさかの。あ、じゃあこの場合じゃあこれって優勢なのか。なるほどね。あ、こういうことができるわけだ。なるほど、面白いじゃないですか。これはなかなかですね。さあ、さあどうする。さあ行け、強化型。さあ、そして3位に攻撃攻撃通過。2体でモンスター挟まれ、メーカーゴジラといえど、なすすべがないんじゃないですか、これは。何？いや、強いぞ、あいつ。待ってて、いや、なかなか、いや、強いな。いや、これは、ミサイル。静電外したんですけど。静電、待ってください、待ってください。いや、それは困ります、本当に。いや、静電ファンさん、ちょっと待ってください。今、ちょっと笑っちゃいました、自分でも。待ってください、そんなことあるんですか。いや、でも行きましょう。延長戦、来た来た。さあ、 OK。 さあ、ここでミサイル撃っていく。まずい。なぜか、なぜか畳みかけられている。なぜかではないかもしれないけど、非常に苦しい。あ、だがしかし、だがしかし、いや、強いぞ。いや、まだいけるぞ。いけるぞ。いいぞ。すごいいい勝負になってるぞ。すごいいい勝負だ。なんだこのゲーム。めちゃくちゃいい勝負になってるぞ。あ、私、あ、いや、ここでポイントを残すとふりして、ヘリコ。次、弱いやつ出ていったら、こう、ミサイルをぶち込むみたいな、全部。オッケーオッケー。ちょっと、いや、絶対苦しまぎある、ここで。準備しとこう。くらえ！ドラーン！決まった！さあ、残り60秒。どちら勝つのか、もう想像がつかない。互いに、一歩も引かない、一歩も引かない、一歩も引かない、本当に。さあ、ここで、イサイド発射！イサイド発射、痛かったのか、どうだ？まずい、やばい、私のヘルスももうない。確かにどうだ、いい、いい、いけ、ここの最後の30秒、押せ、やれ、数がある、まだいける、どうだ、勝てるか、いや、どっちが沈む、もうどちらが沈んでおかしくはない、どちらが沈んでおかしくないか、あー、さっき言う技を打たれて沈んだ、ちょっと待ってくれ、負けた。だけど、ああ、お疲れっていうのを忘れた。いや、マジか。いや、めちゃくちゃ熱いゲームだったな。待て待て待て。おい、出た、またなんか俺だぞ。なんか想像の3倍くらい熱かったね、今。お、ミサイルね。オッケーオッケー。ミサイルちょっとあれだな、怪しかったな。オッケー、はい、もらってミサイル。いやー、皆さんどうだったでしょうか、ゴジラバトルオンライン。毎日コツコツやってね、楽しみもいいと思うんですけどね。いや、なかなか、なんか思ったより、なんか、はるかにゲーム性がありましたね。結構ポチポチ置くだけなのかなっていうね、こうちょっと甘えた考えがあったんですけど、やってみると、あ、これ置いたらこれやられちゃうんだっていうのと、あとはミサイルがね、意外にちょっと遅くて出るとかね、そのせいで
一回外してえらいことだったりとかで、固まって起きすぎると、まあさっきみたいにゴジラのピーっていう攻撃で一気に終わったりとかするのがよく分かったんで、いやめちゃくちゃ面白かったですね。いや皆さんもね、ぜひ興味があったね、ゴジラバトルオンラインね、やってみるのはどうでしょうか。本当にこのゲーム、ただですね、回収がねあまり好きではないという方からすると、まあ可愛く、まあ可愛いかどうかで言ったらですね、まあアイドル候補のですね、この子、ですね、はい、名前がですね、すいませんちょっとね、ドラットくん。いやもうこの牛の方でね、見てください、この牛の方でこれってこれ、もう可愛らしいね、もう妖精なのか悪魔なのかよくわかんない感じなんですけどね、多分いたずらっ子怪物みたいな感じなんでしょうね。うん、まあ私の目から見るとあまり可愛くはないんですけど、いやこの子をね育ってあげるのまた一興かと思います。私個人的にはですね、こうメカゴジラくんがね結構あの見た目的には好きですね。うん、なんかあまり強いのか弱いのかいまいち分かんなくて、うん、まあただまあメカなんで好きですね。いつかね、プラズマグレネード、何これ、あ、そういうの打てるんだ、へえ、という感じなんですか。皆さんも興味があったらやってみてはどうでしょうか。それでは皆さん、またよかったら見てください。ミントスでした。またね、バイバイ、 See you!